第5レース1着になりました中川選手です。1着おめでとうございます。ジアン初1着ということで、はい、どうですか1着の反走は。まあ、G1 とか関係なしに1着嬉しいですね。まあ、今日はまずスタートを取りに行った形になりましたけども、どういうふうに考えられたでしょうか。まあ、後ろ以外で、後ろやったら絶対突っ張られると思ったんで、まあ、後ろ以外で取れるとどこからって感じですね。まあ、実際はその通り太田選手が根田選手を突っ張る形でそのまま4番手になりましたけども、はい、どのあたりから、実際二角から仕掛けましたけども、どのあたりで考えてたでしょうか。そうですね、まあ、ジャンから2センターホーム結構太田君がペース入れてたんでそこをかましてもよかったんですけど、もう2試合しせっかくいい位置取れたんで1着狙えるように、はい、行きました。まあ、しっかりと、まあ、新井選手の横も通過して1着になりましたけども、はい、ご自身の状態はどうですか。まあまあいけてるかなと思います。まあ、これ1着ということでダイヤモンドも欲しいですねダイヤモンドでしっかりと、まあまあまあそれもまあしっかりと内容込みで勝ち上がってって感じですね。まあ、この後はまあお休みになるかどうかちょっとまた分からないですけども、何か改善するところがあったりしますかね。まあそうですね、ちょっと6日制で長いんでケアだけしっかりして頑張りたいですね。わかりました。では、明日以降の向けての意気込みを最後にお願いします。明日も頑張ります。お願いします。